あ、大丈夫、これ配信してんのかな。はい、ということで、モイプロフリープレイ内のイベントとして、なんと年末で第3回目となりましたね。ノーフューチャーセンター総選挙やりたいと思います。イエーイ、いくぞーい。ということで、まあ、モエプロ総選挙、まあ、過去2回やって、現在のセンターは、ゲームリーダー兼センターということでね、絶対王者として君臨してますけども、さあ、まあ、今回ね、今回また2打席勝負でいいのかな、やっていきたいと思います。まあ、順番はね、まあ、ゲーム、イージス、むつみ、弓道、DDD、おじさま、416と、この順番で、まず1巡やって、2巡目はまあその結果次第で、あとは順番入れ替えたりとかするかもしれないと。まあ、そういうことで、なんかじゃあ、最初になんか言う？大丈夫？なんか言っとく人いますか？意気込みとかありますか？私はじゃんけんでグー出しますとか、上ごと言う人いますか？何言ってんの、この人みたいな感じ。あ、じゃあ、開会の挨拶を、広報担当のイージスさんからいただきたいと思います。はい、どうも。急に開会の挨拶をしろというふうに、開会の挨拶急に、まあ、その辺の雑なところもノーフューチャーっぽく言われて言われてしまいまして、はいはいはい、ありがとうございます。まあ、去年のですね、12月23日、はい、祝日のことだったんですけれども、はい、まあ、ノーフューチャーの活動を、はい、まあ、正式に開始をさせていただいて、はいはいはい、その日だったんですね。メンバーも自分とリーダーのKMさんしか知らないノーフューチャーという名前を、はいはいはい、発表したところ、はいはいはい、会場中が失笑に包まれるというような、そうですね、そういうあれですよね、年末帝勢対決イベントで俺が企画した、ね、はい、イベント内でモエプロの順位決めようってやって、ね、鳥ということでやらせていただいたんですが、ですね、まあ、全員揃いも揃って散々なバッティングに終わりましてですね、あれはまあまあゴミでしたね、ゴミでしたね、もう完全にゴミでしたね。まあ、覚えてます、あれ、まあ、あれから1年ノーフューチャーとしてやってきたことが、はい、そうですね、まあ、何だったのかということをですね、確かめに来ましたね。前田明じゃないですけど確かめに来たよと。1年経ってもゴミかもしれないですよね。まあ、まあ、1年経った今日はもうクロスファイヤーだって言ってましたからね。1年間経てばまた人間はここまで成長するんだと、そうですね、見せたいところですね、はい。まあ、今日も、まあ、いいこう一弦の奏でをですね、そうですね、一弦でね、ファンの皆様にお聞かせできればなというふうに思っておりますので、完全にもうライブ会場として仕上がってますから、そうですね、ライブ会場、前回の、ですからね、前回のライブを上回るお客様に、そうですね、いらしていただいて、完全に上回ってますね、みんなこう半笑いで見てますから、そうですね、いいです、はい、あったかい感じ で、 いいです、ね、ノーフューチャーっぽいですね、この半笑いっていう、もう基本的に何やんの、何言ってんのあの人みたいな、大丈夫みたいな、とりあえず何を説明してもはって言われるっていう、うん、この感じがノーフューチャーですから、もうだって今挨拶しててみんながなんかもういくつか引っかかってますからね一元みたいな感じ、そして無駄に話が長い、ググったらなんか出てくるかなみたいな、なんだ一元の奏でってみたいな、まあ、本当にありがたい限りで、これから、まあ、2打席にわたってメンバー7人一同、まあ、最善を尽くしてやってまいりたいというふうに思いますので、はい、この1年間、まあ、それまで、ね、やってきたことが全部この2打席にかかって、そうですね、それで決まりますから、はい、で、まあ、センター決まったからセンターは何するんだってあんま特に何かすることはないんですよね。そうですね、KM さんもやってきたことといったら、まあ、仲本行きまくったことぐらいなもんなんで、そうですね、はい、打席に座るときにノーフューチャーの今のセンターって言われるぐらいがセンターの仕事なんで、それぐらいの、まあ、はい、飾りですよ。そうですね、まあ、それセンターとかそういうことではないので、あくまで決まってますけども、それでどうこうってなるじゃないので、ね、それでどうこうというわけではないです。そうそうそう、はい、もう人類みんなノーフューチャーみたいなところあるんでね。そうですね、皆さんもずいぶん準備万端という感じで、準備万端ですね、はい、もう弓道、もう弓道さんなんかもすでに呆れた顔してますからね。そうですね、はい、もう4126ちゃんなんかもうスマホいじってますからねこれから打つにあたってスマホでなんかやってますからね。というわけで、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、イジスさんでした。さあ、じゃあ、まあ、2打席勝負ということですので、まあ、1打席目さらっとまあやっていきましょうか。まずはもう準備いいですか、大丈夫ですか、精神集中とかできてますか、大丈夫ですか。じゃあゲーム行こう、ゲーム行ってこい。さあ、ノーフューチャーリーダー兼現センター、前回のね総選挙何だったかな、なんか酔っ払った状態で七八本打ったような覚えがありますけどもさあ、これ持ってんの、はい、来たぞ、あーはー、開幕したタイガー、これ始球式みたいなもんです。これはこれなし、これなしね、はい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 、ということでなしでした。はい、ゲーム0本、あ、775、はい、7個でしたね。いや、まあまあまあね、0本なんてことよくある。じゃあイージス、イージスさん行ってきてくれ。さあ、先ほど候補でいろいろと語ってくれたイージス、これで1本目、あーはーはーはー、1年間の活動の結果を見てくれ、見てるかみんな、これだぞ、1年間やってもこれです、
ありがとうございました。ゼロゼロノーフューチャー、むつみ行ってこい。さあ1年間何をやってきたんだと言われても、いやホームラン打ってきたんだよ、これが結果だ。むつみ行け。さあ1本目、おー来たぞむつみ。そうです、思い返せば先ほどね、イジスさんが言ってた1回目の総選挙、1打席目が終わって3打席だったかな、終わってボコボコだったんですよね。むつみさんが最後5本打って締めたというのが蘇ってきました。そういうことがありました。さあむつみ、ほんまに強いか、2本連続3本目、あっキャーッと、これは若干高めだったのか、しっかり旋回で、まあ2本、いいですいいです、2本ね、現在トップということでいきましょう。じゃあ9度、9度行ってこい。さあ9度、さあそうですね、第1回総選挙の時はもう0、0、0と、9度なんだ、0となんだって言った俺覚えがありますけども、さあその来たよこれ。さあ最近の大会は基本的に弓道軍総なめしてるような印象がありますけども、そして遠征先でも強かった、帝でも強かった。おっとこれは来た、帝流行語大賞ノミネート作品ともありましたね。これがプロのバッティングです、大丈夫かと、ギリギリの線を漂ってる発言がありましたけども。さあ2球目、これも難しいが打っていく、見えている、今日の電話伝わっているぞ。さあ弓道2本、3本目、あ3本いった、4本目あるのか、おこれもいった、4本、これ完走無視したらまだ続くんだよね、1打席目がね、はい、これはもうあるよ4本。さあ完走、何度も完走してきたはず、ここで打ってくれ、打った。さあ来たぞ弓道、本場に弱いなんて印象はもうこれっぽっちもない。さあ1打席、まずは5本決めていく、さあ継続しよう、ガンに待っている、そしてここも打っていく、重ね、ああああああ、フェンス、まさかの打った入ったように見えたんですよね、グリーンモンスター登場。え、これで揃った、揃ったの関係ないんだよね、まあでも揃ったところ見せていくと、いやいやいや、ありがとうございました。弓道暫定でねトップですね、5本ということでいきましょう。 DDD いってくれ、ドラマチックスイング DDD、 今回もゲリを選択。さあブンブン振りまして、何ブンブン振ってんだよバカかと、完全に遅い、下タイガーの弱も弱、いやー素晴らしい、いいですね。さあ DDD うなだれて1打席目終了、早かったですね。じゃあおじさま行ってくれ、おじさま、さあ誰だ今日も、白マテか、来たぞ強キャラ、白マテは強キャラ、メニューを残している、さあここで打っていく、やはり強キャラ、下痢の時代はすでに終わったのか。さあおじさま、ここで量産体制に入るのか、2本目よく見て、おお打っていく、これは見えているぞ。さあ弓道に続くか、ガンスト一直線なのか。さあ3球目、これもっと難しいが、いったか、いったか、いった、スタンドに運んでいく、今のちょっと難しい球に見えましたけどね、やばいね今の。さあ4球目あるのか、おっとこれはどっちだ、右に行って、これもホームランあるぞ。さあ有志者からね歓声が、今の打つのはすごいと聞こえてきます。さあ5球目、これも打ったー、ガンスト2人目達成。さあおじさま、じゃあ続けていこう。さあ先ほど弓道君完走後にね壁に当たってしまったが、さあ次、そう1打席あればねどうとでもなるから、200本くらい打てばいいんだよ。あこれは、あどっちどっち、入った入った入った、ライン上、まあ2つ、ドーム君の堂々だったらもう半々になったやつですねあれね。さあこれで、あこれもこれもな、これは高校野球だったら3塁だけどね、これアウトです。さあ1本追加して6本で終了、いやー素晴らしいバッティング、ありがとうございました。じゃあ7人目最後、4126いこう。さあ4126大会でね結果残してますね。さあここで見せたいところ、これどうだ、いったか、いった、これもホームラン。さあやはり最近のね近々の大会の結果を見ると弓道4126この2球、あーとこれは難しい球だった、1本で1打席目終了、ありがとうございました。さあじゃあこれで、7人が1打席目終了ということで、改めて振り返ってみましょう。KM0 本、イージス0本、むつみ2本、え3本2本、弓道5本、素晴らしいですね。 DDD0 本、
おじさま6本、そして4126、1本、7人中3人が0本ということでね、1年間お前らは何をやってきたんだと、投げんじゃない、完走2人達成してますからね、まあもうこういう、まあ、バランスですから、これね、チーム内でね、いい感じのバランス取れてるんじゃないでしょうかね。3人が好き勝手やって、2人がしっかりしてるみたいな感じ、いいバランスじゃないでしょうかね。素晴らしいですね。さあ、ということで、これで順番が決まったのかな。2席目、じゃあ順番、打った順に行くの、じゃあ行きましょう。ちょっと待って、じゃあ順番発表しますね、2席目の順番。おじさま、弓道くん、むつみ、4126、ここからは何？ 0 本だけど、これはどう決まったのかな？ DDD、イージス、キームと。この順番で2席目やっていきたいと思います。これで。え？やっちゃうの？そのルールで。やる？じゃあ、ちょっとね、皆さん。ちょっとね、萌えプロホームラン競争だからって、ちょっと勘違いしてると思うんですよ。ホームラン打つと思ってませんか、みんな。関係ないんですよ、そんなもの。ホームラン打たなくたってね、ホームラン打てるんですよ。ホームラン競争できるんですよ、ノーフューチャーのみんな。もうほら、みんなポカーンとして、泣いてない、あいつ。ついに行かれたかって、俺まで巻き込まれたわ。あの MC おかしいぞ、だって。はい、じゃあもう、何？これでホームランを打ったらダメなの？ホームラン打たないでください、皆さん。2打席目ホームラン打っちゃダメですよ。ホームラン打ったらその瞬間負けです。雑用からやらせてもらいます。じゃあ2打席目のホームランを終わった、打った後、空振りした後の、ルーレットの数値でセンターを決める。001とか出たらもう超弱い。999が最強。777はもう一回やり直す。77強いけど関係ない。999最強。そういうルールでやりたいと思います。ただこれあれですよ、ちゃんと狙って打った方がいいの。狙って打ってでも打ったらダメなんでしょ。そういうことです。おじさまはちょっと困惑しています。最初の本数は飾りです。ただの順番決めです。これからが本番です。これがセンターだと、予策が出たらもう再開決定です。予策が出たらこの後の飲み会おごりです。行ってこい。細かいことはいいんだ、ホームラン打って帰ってこい。打っちゃダメだけど。はい、もうさあこれもういいです、いい空振りですね。プロレスができますよ、おじさま。さあこっから本番だよ。多少のことはくじけない。さあ1打席目6本打って、俺何だったんだと思って、さあなんだ強い、7、おー強い、770本本塁打、王貞治超えていった、来たよこれ。おじさま770本で終了、ありがとうございました。いやーすごい記録だね。じゃあ次は DDD？ 違う、じゃあ弓道君行ってこい。さあまさかのおじさま、まあいろいろあって770本打って帰ってきましたね、おじさまね。さあ1打席770ホーマー、それで弓道君ブーンブーンつっていいですね。さあ多少のことはくじるんじゃない。さあここ重要ですよ、770強いからね、これ上回っていくのか。7、ああおーやるできる、すげえギリギリ上乗せしていった弓道、暫定トップあるぞ。これすごいね、ドラマあるよ。じゃあ3番でむつみ、むつみ行ってこい。さあ770、これは決まったかようにもね思いましたけど、779。さあこれでこれ間違ってもホームラン打たないでください、その瞬間最下位ですからね。さあ770本塁打の後は779本塁打、そして結び何本だ。7 ちょっとこれ、いやもう一回これ何、すごいね今日、なんか急に77の神が降りてきたね。さあ結びさん、全く関係ない2打席が終わったところでさあ行きましょうかね。ブーン、あいいですね、ブーンブーンと振って、いやすごいね、もう7がずっと出てる。さあ8とか出るのか、6が出た瞬間ダメですからね。さあ770、779、これで77、すいませんすいません、神様が降りてきてるんで、これはまさかのこの場面で野獣先輩超えがあるのか。これ5打席あるかもしれない、ゴタコがミラクルを起こしていく、これがプロのバッティングだ。
見たかあーよびっくりした今バックホームランも決めていく。あ、さすがですプロですね。やばいね、77しか出ていないぞ。なんだ7な、なに、おーはーちょっと待って、これ仕込んでないですからね皆さんね。77まで固定じゃないですよ。779、これは現状トップタイ、まさかのこれはサドンデスが可能性が出てくるという奇跡が起こっております。4126行ってこい。これはなんでこんな白熱してんのかな。やはりこれがね1年やり込んだ結果ですよ。さあ416見せてくれ。770、779、779と非常に高い数値を出していく。あ、見送り、大人の見送りですね。そういえば見送りというルールもありました野球には。さあラストチャンス、416見せ、お、77、なんちょっと待って、12だね。あのね、今日俺もね来てからさ見てるけど、今日777揃わないなって話もしてたんだけど、急に来たね。やっぱね、神様ってのはいる、溜めてて今出してる。さあこれ低めの球、大人の見送り、ボールだからね今、絶対に完璧ボールだから、あれ振ったらね少年野球の監督が怒るからね、何振ってんだっつって、膝より下くちゃ。さあなんだ、7、あー706、ついに77のレジェンドが崩れてしまった。さあ700点台ありがとうございました。え、 DDD だ、 DDD 行ってこい。さあ全員が700本以上打っていると非常にハイレベル、とんでもないホームラン集団になってきた。やばいぞ。さあ800本台あるのか、ブンブン振ってバスターエンドランに行かない、バスターただの空振りで終了。さあ DDD あるのか、ほい、99出た、915、ドヤ顔、今年最大級のドヤ顔を見せていく DDD、 やばい、まさかの900本塁打達成、915、これはやばい。そしてじゃあイージス頼む、900本超えてくれ、見送りブーン、始球式だけやめてもらっていいですか。さあこれすごいな、みんなどうなる、これはやばい、かなりハードルは高い。7、おーい、すいません、皆さんすごいですね、持ってますね。配信の見てるみんな、会場のみんな見てるか、これがプロのバッティングだ、打ってねえけど見たか。さあ 7が出たからね、これはもうダメだった。9です、9が欲しい。さあイージスいけるのか、あ、7、7 ちょっと待ってこんなに揃ってること今までないからね、これ皆さん軽い奇跡が起こってますよ。いやちょっとすごいな、やばいやばい、ブーン、大人の軽、これはや、俺ね今一番ね、ノーフューチャーのみんなプロだと思ってる、すごい。さあこれ7、7、7個、77が揃いすぎ、これをやばい、ちょっと設定誰かいじりましたか、やばい。さあゲーム最初の時、まさかのおじさまの770とかがねここまで抜かれるとは。最下位の4126なんでさえ706本打ってますからね、非常にハイレベル。さあゲームゲリを使って、まずは空振り、大人のもう微動だにしない、余計な体力は使わない、もうお前ピッチャーかっていうね、9番打席かっていう。さあさあそしていこう、ここで7で、あー特になんもねー、701ということで、センターはデデデアメトーデデ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 デ、いやー素晴らしい、全員が700本以上打った中、1人900本以上の本塁打打っていたということで、第3回目の、ね、センター総選挙を優勝した DDD さん、一言お願いします。やっちゃいましたね、ちょっとやっちゃいましたね、みんな700点台だったんで、そうですね、大変な戦いでしたけど、大変戦い、もう700本打ってんのにホームラン王になれない世界ですね、もうこれはね、全これはもう恐ろしい世界時代なんで、900本、もう唯一900本いったというね、そうですね、800本なしで900本、いやー素晴らしい、やっぱこうやり込みの成果ですねこれはね。
7を揃えに行ってる中で、はい、1人だけ高い数字を取りに行くっていう。高い数字をね、7とかいらねえんだよ、俺は9だと。そうそう、9をよこせと。916でしたっけ。だからね、すごいですね、目押しが効くんで、目押しでね、やっぱ見てますからね、やっぱあの新サムじゃ初サムで鍛えたね、この前管理能力とかでね、かなりね、9を引き寄せた感じありますね。本当か本当か。目押しができるのは結構本当ですよ。あ、本当によく見ればで、みんな7はガチで狙いに行った可能性もあるね。あ、じゃあ、そうですね、すごいよね、みんな77とか出しちゃってるから。いやー、素晴らしい。ということでね、もう3回のセンター、こんなんでセンターでいいんですかね。いや、いいんです。いいんですか。そもそもなんかそういう感じの団体なんで、もうフィーチャーはいいんです。いいんです、いいんです。3回目ね、2015年最後のセンターは DDD でした。おめでとう。ございます。いやー、素晴らしい。いやー、じゃあちょっと他のメンバーにもね、いろいろ聞いていきますか。じゃあゲームさんとかイージさんとか喋りますか。マイクありますから、イージさんも行けますか。いやー、ゲームさん、すごかったですね。素晴らしい戦いでしたね。やり込み見せましたね。いや、ありがとうございました。いやー、もうあの0本で終わった去年はもう何だったのかってぐらいね。そう706本が最下位ですからね。すごいっすよ。こんだけ打ったのに、今日は。あ、俺が最下位じゃないですか。701か、うん、でもそれでも701本。そうですね。いやー、まあ全員100のくらい7出してるっていう。そうすごいよ、ね、なんか無意識に出しちゃってる感じですね、うん、もう俺は最後ゲームさんがなんか00とか出すのかと思ってバカーって思ったんだけど7出すんだ、すげえと思って、逆にシューンって終わっちゃったんだけど。まあ今回の DDD さん、2016年の1月1日からのセンター。あ、1月1日から、はい、あ、じゃあ2015年は、現在2代目のセンターの KM さんがそのまま、はい、で KM さんが卒業して、2016年から DDD の時代と。で4番兼センターですから。4番兼、あ、4番はもう固定だから。そう、あ、そうだね、忙しいですよ。あ、もうすごいね、エースで4番みたいな感じだ。そうですやばい、もうセンターで4番、もうなんかセンターって何なんだろう。なんかね、もうね、普通に守備位置かなみたいな。いけないだけなんです。俺が知ってるのはあの守備位置、あの、キュードくんがショートってことです。そう、本人が言ってるだけなんですよね、これね。あれ、誰も知らなかったですからね。あ、そうなんだって、うん、みんなが思ったっていうのは、伝説の16ショット配信がありますからね、あれね。いやー、すごかった。いやー、ほんとすごい戦いでしたね。もうあの、2打席目、こう、ルール発表した時にみんなの、はみたいな感じだね。泣いてんだ、あいつ。行かれたかみたいな。いや、それでやってよかったですね。よかった。うん、2回やってもよかったんだけど、ちょっとさ、そう。ね、温めてから。ね、ちょっとね、温めてからね、うん、これはね。だからもうね、とりあえずやってみるってやっぱ重要。そう、とりあえずね、こうなる。やっぱりどんな状況でも盛り上げるのがやっぱプロ。まあ盛り上がるのがプロなんでね、もうね、勝手に盛り上がっちゃうんだよ、結局こうやって。まあこれも元はといえば、前回のフリープレイの時になんか適当に決めたんですよね。そう。こういうのでいいんじゃねえか。たまたまケイムさんがタコってルーレットになったのを見て、これルーレットで決めたら面白いんじゃないですかね、つって決めたっていう。だこれね、だからノフューチャー、これ勘違いしないでほしいのは、普通の人が混じっても優勝する可能性あるじゃないかっていうのがあるけど、確かにあるんだけど、多分ね、今日に限ってはなかった。みんなね、ゼロとか出してて、多分そういうんじゃない、このやり込みの成果がこの最低700本ってのを出してるからね。まあ、そうですね、ホームランを打つだけではなくて、こういうルーレットのこの部分もまあしゃぶり尽くしてこその萌えプロだよっていうところ。全てが萌えプロ。そうなんですよ、あのホームラン打つだけじゃないんだよ、ホームラン競争ってのは。何言ってかちょっと分かんないけど、ちょっとわかんないんだけど、うん、もうセルフツッコミ。ハイボーン。いやー、すごい戦いだったね。まあ2016年も、はい、モイプロまだまだ続いていきますので。そうですね、まだまだ、はい、新しい試合いろいろありますから、まだ見ぬ敵が出てくるかもしれないし。そうですね、新しいルールもある。まだまだこれからやりたい試合形式とかもまだまだ全然ありますし。そうですね、マジックミラー号とか、はい、出会って1秒で空振りとかありますから。ありますから、はい、はい、数々の伝説を作っていきたいところでしたけどね。まだまだ萌えプロ遊べるゲームですので、そうですね、まあ、月1回のフリープレイをはじめとしましてですね、はい、ぜひね、萌えプロこれからもまだまだ盛り上げていきたいなというふうに思っております。ね、これ見てね、ちょっと興味持った方はぜひ来てください。そうですね、ここでしか動いてないですからね、はい、ちょっとまあ軽く引いてるであろう弓道さんあたりにちょっとお話聞いてみましょう。弓道くん、ちょっとどうですか、あのノーフューチャー1の上心という噂もある弓道くん、どうですか。本日あの1打席目はね、キュード君5本ということでしたけども、2打席目779本打って、ね、そうですね、暫定2位かなでしたけど、どうでした今日は。だいぶ打ちましたね、779本も。いやー、なんか
ちょっと刻む感じで結構いいですよね、これは。刻む感じでそうですね、森澤さんが770から777からいいですね、ギリギリのとこ攻めていく。そうですね、このチームプレーがね、このつなぐバッティングっていうのも見せていったかなと思いますけども。まあそれを狙ってたんで。あ、それを狙ってたんだ、さすがですね、はい、自分の位置はここかなと。まだセンターは他の人に譲ってみたいなとこもありつつ、まあ別に自分ショートでいいんで。あ、ショートで、はい、まあそれをね、遠慮者じゃないですけど、そういうところでしっかり支えていこうと。はい、あ、素晴らしい、いいですね、弓道くん、さすが、分かってますね。まあもう基本的にね、弓道くん以外のみんなバカだと思ってるんで、僕は本当に若干頭おかしいかなと。まあ、むつみさんもね、まあ、上司人っぽく見えて結構ちょっとネジ飛んでるとこあるんで若干ね、まあ、弓道くんもそういう意味では何本か飛んでるんですけど2,3 本で済んでるかなって印象はあるんで、はい、素晴らしいですね。いやいやいや、じゃあなんかこんだけ7が出るってない。いや、これすごいよね、はい、俺初めて見てこんな確率で777出るの、はい、出すぎでしょ。まず100の桁が7になること自体がねえ、すごいよ。だってもっと他に1とかだって出るからね、普通に、ね、普通に出るんですけど、今回本当に7ばっかり出てる。いや、これは完全にね、やり込み。いや、本当にね、まあ、うん、これ910っていうのは、まあ、これ今回本当にモイポロに愛されてるっていう意味では、ね、まあ、センターでいいんじゃないかなと思いますね。あ、素晴らしいね、さすがに、はい、ドラマチックスイングとしてね。あ、まあ、調子乗らないでください普通に怒られる。ありがとうございます、いただきました、ありがとうございました。はい、そういうことでありがとうございました。皆さん、あんま調子に乗らないでください。ありがとう。なんだこれフリープレイあと20分ほどあるんで、あの、よかったら遊んで帰ってください。